5連コースで5連用マシンと以前に作った MS フレキも走行させてきました。はい、ということで5連コース実際に走らせましたが、いかがだったでしょうか。全体的にセッティングもなかなかいいんじゃないかなと思ったところ、今回のパワーソースというのがギア比 3.7:1 のライトダッシュモーター、それに対して
通常の MS フレキはというと、同じギア比 3.7 対1に対してモーターがというと、マッハダッシュモーター、アルカリ電池で競争させてみましたが、一瞬ではあったけど逆フレキの方が速かったんじゃないかな。これも5連コースに合わせたセッティング、特にギャップ対策がちゃんとできていたのと、出力が少ないパワーソースで走れるということは、近年のジャパンカップノーピットワンウェイ方式が採用されている中で、電池交換が限られていることを考えると、どれだけパワーロスを抑えられるか、こういったところも考えていく必要があるかと思います。今回では5連コースにおいてのセッティングの考え方をやってきましたが、これに加えてジャパンカップ特有の立体セクションをどうクリアするか考えてみてはいかがでしょうか。はい、本日の動画以上となります。もしこの番組を気に入っていただけた方は、ぜひともグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。はい、以上ミニ四駆マスターでした。